アッシュレディオ。さあ今日も始めていきましょう。おはようございます。おはようございます。ついにビーツも副業が解禁されたと。確かに話を聞きました。そうですね、はい、確かに副業でビーツを、まあもともとは副業みたいな感じだったけどね。まあ僕がそうでした。マキが副業から始めてるもんね。はい。で別に本、そうそうそう、副業だけだとなんかみんながっつりやらねえんじゃねえかみたいな話になって、もっと強い組織作ろうぜっつって、うん、そうですね、本業になって、はい、っていう感じだったね。確かに。でもやっぱ歩合制って、そのやっぱ稼げる稼げないっていうのは如実に出てくるから、うん、なんか稼げないとなんかビーツが好きでもなんか辛いみたいな感じになってくる、ね、うん、生活費がないみたいな。だから副業から始めるってのが一番いいんじゃないの。なるほど。でそれでなんか本業にしたいんだらすればいいし、うん、まあ、ずっと副業でもいいし。そうですね。ただ特にビーツはなんかサービスがいいから、なんかその人を喜ばせる武器が増えるよね。はいはい。それは結構でかいよね。そうですね。なんか無理して入ってくれても喜んでくれるっていう。ああ、それがめちゃめちゃでかいね。はい。保険とかだとさ、無理して入ってもらうとさ、なんか押し売りみたいな、うん、まあ、サービスを受けれないですからね。うん、サービスで喜んでもらうっていうのが一番。いや、そうなんだよね。それがやっぱりなんか投資商品と消費商品の違いというか、うん、で投資商品も結構いいんだけどね。うん、いいんだけど、お客さんに早く喜んでもらおうとすればするほどほぼ詐欺だったりとか。なるほど。めちゃめちゃリスクがあったりとか。そうっすね、うん、短期的になればなるほど詐欺になる。そうなんだよね。なんか世界の金持ち企業ランキングで投資会社ほぼないから、ね、あ、そうなんすね、うん、一番でかいのがクレジットカード会社、ね、はぁ、あ、そうなんすね。確かなんか証券会社とかより全然クレジットカード会社の方がでかいんじゃなかったかな。へぇ。結局クレジットカードも投資だから結局消費させてるわけじゃん。そうっすね。で手数料もらってるわけでしょ。はいはい。投資会社か。クレジットカードはすごいよ。うん、クレジットカードってでもどうやって生まれたんですかね。やっぱまあ一番はだから建て替えでしょ。信用建て替えでしょ。うん。僕がマキのコンシェルジュになって、はい、いやマキさんはあの、あ、だから一番最初はマキのことじゃなくて僕のことを信頼してもらって、はい、例えばヨドバシカメラに行って僕が買いますって。ほうほう。って言って僕があの例えば100万円じゃあ10万円でテレビを買って、はい、マキにあげるわけよ、うん、でマキに10万1000円とかを、あ、給料入ってからいいですよっつって。なんかそういう仕事昔からあった気もするけど。あ、そういう話なんだ。だから僕結局大事なのは僕がマキが本当に給料ちゃんと毎月入ってくるのかってことを確認するのがやっぱ大事だ、はいはい、なるほど。っていうサービスをめちゃめちゃでかくして全員が使うレベルになったんでしょ、はい、なるほど。だってもう儲けはほぼ手数料だけですもんね。手数料は、まあ、あと年会費とか、ね、ああそうかそうか。まあでもクレジットカードも飽和してるからなんか結構クレジもうパイの奪い合いになってて、へ、うちの方がなんか、はいはいはい、ポイントが貯まるとか、うちの方がこんな特典がつくとか。そうっすね。みたいなってるよね、うん、一時期僕が社会人に入った2010年とか2011年は、はい、楽天カードがすごかったね。楽天のクレジットカード。そう、みんな同期とか楽天に新入社員に入るじゃん、はい、新卒楽天に入ったやつはまず一番最初に楽天カードをタダで作ってもらうっていう、ほう、っていう営業させられる。なるほど。で自分の友達とかに、はい、ちょっと楽天カードさタダだから作ってよ、うん、年会費とかかかんないから、はい、年会費無料とか言って。なるほど。あの時から楽天カードもいるからね。そう、そう。でうわ別にタダだったらいいよってあれ書くだけやん。はい、そうで書いてあのなんかクレジット10万ぐらい10万ぐらいあったらいいみたいな、なんか審査も減ったくれもないやつを、はいはい、うん、うわーって広めて、うん、したら結局なんか困った時みんな使うじゃん。そうですね。っていうところからもうパイを広げたから生産性を取りに行ったっていう。 あれが楽天カードマンの。なるほど。営業だ。楽天カードマン、まあ、営業マンの力が強かったから。そうだから、まあ、プラットフォームを最初にこう抑えに行ったみたいな感じだ。うん、っていうのはなんかすごくあるよね。なるほど。使わなくてもいいから作ってもらうって、でもそれ結局使うでしょみたいな、うん、なんかそういう
日常的に使うもののプラットフォームみたいなのはなんかアイディアとしてあるよね。はいはい。JTB も新入社員は JTB のクレジットカードを売らされました。あ、そうなんだ。はい、あるんですよ。会費かかんないやつ？会費はかかりますね。でもね、2000円とかです、年会費。なんか旅行保険がつくみたいなやつです。はいはいはい。はい、そうか、そういうプラットフォームをもう赤字でもいいから作っていくっていうのが、長期的な投資になる。そうそうそう、売り上げ全く上がんないじゃん、それ、うん、で、新入社員なな何百人いるんだって話だ。そうっすね。で、何百人の給料何十万払うわけでしょ。はいはい。でも大赤字だけどすごいなっていうのがある。なるほど。だから無料会員だ、無料会員登録とかが結構流行ってた時代だね。 Facebook とか結構世界的にボーンと流行って、なんか、え、これ無料で使っていいんですかみたいな、はいはい、え、YouTube 無料なんですかみたいな、はい、え、無料でこんなん使えるんですかみたいな、それまでは結構なんかもうお金を払って使うっていうのが世界的な考え方だったから、はいはい、もう 無料で使わせてプラットフォームっていうのもあるし、無料で使わせて、広告ってのもあるし、はいはい、無料で使って IPO ってのもあるから、うん、そこら辺は意外といろんなこうマネタイズがあるよ、はい、つまりそのユーザーはただ、うん、みたいな、そういう、うん、なるほど。だから技術が進歩すればするほど無料の領域が増えますよ。めっちゃ増えるね。だってもう動画1本見るのも有料だった時代が、ね、今もう YouTube でっていうね、ツタヤなんかわざわざ行かなくちゃいけない、ね、そう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 、わざわざ行ってビデオレンタルして、うわーやべえこれ返してねば延滞料金かかるわけ、はい、そんな時代でしたもんねそれが今やネットフリックスね、うん、まあそう考えたら無料の一番最初はあのテレビだけどね。ほう、テレビは無料で見れる。確かに。そう考えたら未だにお金がかかる NHK ってすごいですね。だから元祖ネットフリックスでしょそれぐらいの金額なんじゃないはいはい、2000円ぐらい月まあでも今もロシアとウクライナのプロパガンダが何とかとか言って、はい、やってるけど、やっぱ国営放送の大切さみたいなのはちょっとあるよね。あ、今ロシアの情報統制がエグすぎるらしくて、へ、もう全部禁止。ただ中国にバックついてもらってるから TikTok だけは OK みたいな謎のあれがあって、今も禁止だと思う。で、国営放送がやっぱ強い、日本だったら NHK で、なんかロシアはなんかウクライナが悪者だ、うん、ロシアを守らなくちゃいけない、はいはい、とかなんかそういうメッセージで、なるほど、ロシア国民にはこう布教してて、はいはい、でもそれっておかしいなって思ってても、でもコロナも日本もそうなんだよね。うん、コロナのなんか外出たら感染するとか、うんうん、なんかひどかったやん報道とかも、うん、いつまでたってもコメンテーターがなんかそうですね、やばそうな顔して、はい、なんかあれも結局プロパガンダっつったらプロパガンダだっけ、うん、巧妙ですね多分日本はすごく、うん、あれ何なんだろうね。普通になんか民放5局のうちのなんか1局ぐらいは、いやコロナなんかあんなアホですよ、漫画やってるやつって言えばいいだ、はい、いいけどさ、なんか言えない情報統制があるよね。そうっすよね。広告代理店とかなんですかね。そうだね、バックにはやっぱり、まあ、広告代理店とあとはまあ政治と、そのやっぱ日本を変えようとする人たちがやっぱすごく真面目で賢いんだと思うよ。日本人の性質よく分かってますよね、うん、で一番最初はやっぱりまあコロナって言って、まあアメリカと一緒にまあ様子を見て、はいはい、まあ、とりあえず中国のせいにしとけばいいんでしょうぐらいのノリだったんだけど、うん、これちょっとどうにかうまく使えねえかっつってリモートワークっていうことをやって、飲食店はちょっとやりすぎだけどね、リモートワークってことにして人件費も、要は公なんだろう、合法リストラ、うんうんうん、もうコロナなんでちょっとリストラお願いします、はいはい、リモートでお願いします、うん、残業なしでお願いしますって言って法人税をむしり取るっていう、うん、で法人としても利益が出るからいいでしょっていう、でそこからオリンピックどうするかみたいな話でちょっと緩和させたりとか、はい、でそこからなんか結局ファイザーとなんとかがしかあの薬つけなかったけど武田も入ってきて、はい、だったらちょっともうちょっとコロナ長引かして、もっぱつ
ちょっとあワクチン打たせとくかみたいな、はいはい、いやもう生粋のビジネスマンですよ、うん、国が一番まあ納税ってのがあるくらいだからね、うん、すごいよやっぱり、はい、オートマチックに 55% 持ってくんだよ、うん、もうお金残らないよね確かにまあ、薬とかってもうほぼ情報商材ですよね、あんなの、うん、もうだって分かんないから買うし、分かんないから打つじゃないですか、とりあえず、うんうん、で、今となってはもうなんか打ったのにかかる人もいるしみたいな、うん、ほぼ詐欺みたいなノリじゃないですか。そうなんだよね。でも国がバックについてるっていうだけでみんな安心するから、なんかそこら辺の皮が剥がれた時にどうなるのかっていうのがまたなんか面白いけどね。なるほど。結局ロシアとウクライナが戦ってるけど、なんかウクライナの情報も普通に嘘だったりするからね。ああなるほど、確かに。結局 SNS 勝負みたいな。はい。で日本の報道はウクライナ寄りじゃん。うん。100%。そうですね、そうですね。っていうことには疑問を持つ人はいないわけ。まあそうですね。それおかしいよね。プーチンが全部悪いみたいな。そう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 、そうです、ね、じゃあプーチンが悪いって誰が決めて誰が見たんだって話なんですね。すごいなという話もありますよね。だから歴史とかってやっぱ勉強しないといけないのって、こういうことが起きた時に本当は何が正しいのかっていうのを判断する力ってやっぱり歴史を勉強しないと分かんないです、うん、確かに歴史を勉強したらと思ってちゃんとなんか年号を覚えるっていうだけのイメージだったね、歴史って、うんうん、まあ、これが教育界の矛盾で、教育カリキュラムが素晴らしかったとしても教育者がいないっていう。なるほど。会社の運営オペレーションシステムが素晴らしいんだけど、うん、それを回すマネージャーがいないっていう。なるほど、確かに。これ結構怒るよ。コンサルあるあるな気がする。コンサルで入ってすげえ優秀なコンサルタントを会社にバーンって入れて、はい、会社が変わると見せかけてそれをあの役員陣幹部陣が運用できない。なるほどなるほど。だから運用レベルまで落とし込むっていうのがやっぱり会社としてはすごく大事だよね。はあ。コンサル会社はそこまではやんないですか。やるとことかやらないとこあるんじゃない。アイデアベースのところと、はい、運営ベースのところと、うん、で運営ベースだったら多分普通に COO として引き抜いた方が早いんじゃないの。確かに。そうですね。だからコンサルティングファームから責任感の強い人とかはそのコンサル先の COO とかにボンと入るよね。なるほどなるほど。時には CEO とか。はいはいはい。そう考えるとコンサル会社ってどんな研修を受けてきてるんですか。確かにね。ああいう人たちってやっぱりでもあれなのか M1 なんで MBA 取ったりとかやっぱりしてるから、あ一般的に、まあ、マネージメントとかなんか事例だよね。だからいろんな事例を勉強してその事例がどこに当てはまるかとかやってるのかな、はい、そんなもん最強ですよ、ね。でもなんかそれをまあ一つ一理あって、はい、そのリスクを取ってる人があの事業成長 に、うん、に邁進するのか、リスク取ってない人が事業成長かっていうと、リスク取ってない人の方がそのもし能力が一緒だったら、うん、スケールさせられるっていう考え方もあるけど。なるほど。そうなんですね、うん、よりチャレンジングになるそう、例えばなんだろうな、もしこの事業が失敗したら、はい、家族が全員死ぬっていうプレッシャーの中でやってる人と、はいはい、それは関係なくもうとにかくこの大きくしようっていうのを、はいはい、プライベートが充実してる状態でできてる人っていう。そうですね。だったら後者の方が事業成長ができるんじゃないかっていう考え方がコンサルティングとしての考え方。なるほど。確かにそれはそうですね。でもそれは一方でリスク取ってお前が言うなっていう話もあるんだ。まあそうですよね。そこはやっぱ一生そのコンサルティング、コンサルタントとその経営者の中のその境目ある、うん、はいはい、うん、ありがとうございました。